ここは南北を走る国道19号線上東区代官町という交差点にやってきました。この道標を見てください。善光寺道と書かれております。西面を見てください。指で北を指しております。ここから折れて北へ行けば善光寺街道に行きますよという感じです。北面を見てください。今度は指で西を指しております。京大阪道と書いております。西へ行くと京都大阪へ行くというようなことを書かれております。善光寺街道といいますのは江戸時代、庶民が善光寺あるいは御嶽参りなどに使った道でございまして、一般に庶民が通ることから、下街道上街道に対して下街道などと呼ばれておりました。今から、旧善光寺街道の面影があるようなところ、現在は相生町と呼ばれておりますが、そこへ行ってみたいと思います。旧相生町に行くには、外堀通り線に、中央分離帯ができたために分断されておりますので、回り込んで旧相生町へ行ってみたいと思います。この折れ曲がった道を見てください。鍵型になっております。この相生町は、善光寺街道の一部で、かつての様子を見ることができる、数少ない一つです。この道は、相生町にあったことから相生の升型などと呼んでおります。江戸時代に、作られた町割りですが、防衛上の廃炉から、道を鍵の手に曲げて、敵の弓や鉄砲あるいは野弾の通り通過を防いだり、見通しを遮るために作られたものです。また身を隠すこともできますね。当時の面影を残しているところでございます。はい、じゃあ最後のところですね。雲名屋さんにやってきました。ここは享保10年1726年創業の油屋です。約300年以上も前から当時の位置のままに残るお店であります。主として豆苗用菜種油の販売をしておりました。現在の当主は、11代と聞いております。名古屋城の明かりもこの熊野屋の油で灯されたことでしょう。奥に入ってみます。奥の吹き抜けの土間にある資料室を見せていただきます。元締めの観察や当時の地図、天秤ばかり、油に関する資料が保存展示されております。奥にあるこの母屋は、文化5年ですかね、1808年の建築で、200年近くになるわけです。現在は、食料品のお店を経営されているわけですが、お城に油を納めていたということが大変珍しい熊野屋さんでございます。